はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでスターズクローンですね。ご依頼者、クホーさんですね。はい、よろしくお願いします。よいしょ。スターズのクロームね、 PB はちょっと久しぶりですね。でサインは1枚ね、出てきますので、まあプライスと安定感に関しては、はい、まあビッグヒットも狙えるけど、まあ生産数自体はね、例年のクロームと比べたらかなり減ってますので悪くはないです。はい、よいしょ。今回のね789の、レジスタンスと、ファーストオーダーとのこのね話のカードですね。なので基本的に、実写がほとんどです。アニメもなんか何種類かありますけどね。サインカードに関しては配膳ロボを回避すれば回避したいです、ね、まあでもちゃんとね出演してるのが分かりましたからね、あれもね。しかも大事なシーンです、ね。で今日ね発送できますんで明日着で手配します。ちょっと時間がありましたので、よいしょ、この後また梱包作業、はい、はい、じゃあいきます。一応レギュラーカードとリフラクターとかシリアルね多少分けながらやりますんで、これはインサートですね。これリフなんですけど、インサートはみんな光ってるんで。で、これがリフ。ファズマ。こう、船次郎。船尾くんじゃない方ですよ。で、これもね、この、インサートの一環です。ね。全部光ってますね。で、これリフ。金ちゃん。金ちゃんじゃねえ。これもそうですね。ファーストオーダー、レジスタンス側と、あと、サブセットみたいなのがある。3種類。注意のリフ。これもそうですね。で、お、青リフが半ソロ来ました。はい。150-75ですね。半ソロの青リフ、シリアル。あ、なんかあるよ。あるよ。あ、近かった。サブセットでした。ね、紛らわしいですね。はい。アルファードね、これね。あの車のフロント。よいしょ。いやだからあのね、結構 SUV 見てるとカイロレン軍団のフロントとか、あとテールね、後ろのデザイン、あ、カイロレン軍団って一瞬思っちゃいます。カイエンの後ろっぽいのもいますよ。あれはね、もうこれはガチでアルファードです。だから店長的にはね、カイロレン軍団って車の擬人化かなってちょっと思います。違う？なんかそんな気が、はい、ちょっとします。聞いてみたいです。お、キラキラ、あ、船次郎。船次郎はね、まだもう新米なんですよ。ほら白いでしょ、ベスト。そこを撃墜されちゃいますか。これもインスタ。注意リフ。あ、これだ。サインのプリズムのオートですね。で、レジスタンス側。せーの。あ、なるほど。PZ さん。ナタリーさん。結構検索するといろんなものに出てます。ただ今回はこのキャラだったっていうだけで、他のキャラでも確かかぶってたはずです。すごいほっそりしたね方ですね。はい、これでシリアルがここ241-250ですね。はい、とても綺麗ですね。まあクローム自体の商品、まあサインもそうですけど、まあ一応こういうね、こうピカチュウですけど、
あの光物やシリアルを楽しむ。でベースカードもねちゃんとコンプリートするといいですね。これもあのここ赤いじゃないですか。でこの青いじゃないですか。これあのレジスタンス側から見たこのキャラのコメントで、こっちはねあのレジスタンスねファーストオーダー側から見た方とレジスタンス側から見たピカチュウね。だ15年からまあこういう形式になってますけどね、このシリーズに関してはめっちゃやべえよルークみたいな、はい、こと書いてあります。15とか確かね、はい、エクスラクター99シリーズですね。これもなんかね車っぽいよね。お、アキナリフ。シリアルは3枚ぐらい、3、4枚ぐらい出るのかな。今、青、ハンソロスもね。で、X フラクター。カンディアちゃんね。それと、これインサートね。で、最後シリアル。あ、マッキーでした。はい、299ですね。でサインカードはねこちらのよいしょ PZ400cc4cc かで、中に入ってる方女性の方でナタリーさんですね。他のキャラとかもやってますね。名前で検索すると多分出てくると思います。でシリアルはちょっとあのはいハンソロ以外はちょっとフナッチとかでしたけどハンソロいいっすね。アオリフ綺麗ですよね。はい、あとはマッキーとよいしょ。あ、ちょっと黒毛が多かったね黒毛が2人か。はいね、それとはい船次郎でしょ。あとリフがね、だいたい約、まあ、パック1ぐらい、ね、シリアルが出なかった時、あとインサートがこのくらいあります。3種類あるんで、まあ、ちょっと揃えられるかどうかはちょっと無理ですね多分。レギュラーカードはギリギリいけるかなってぐらいだと思います。はい、ということでサインと色リフ、はい、ハンソロでした。はい、またぜひご注文ください。明日着で手配します。はい、ありがとうございました。